ね。さあナイフ投げて、さあこのオリコンを持っての今日相手にするのはロレントとしては、さあ A グルの強敵シーロレント、この組み合わせはね、前世紀はね、シーロレントをガンユリって言ってる人が多かったですね。A ロレントは C、あ、A 強対 C ロレントは。さあ、今日のレッドキックは隙が小さい。さあ、今度はロレントさんか、しかしレッドキックまだ打ってる。僕が見、おっと投げて。さあ、残りカウント少ないんで、体力回復はほとんどしない。残り1割強、しかし列車は1対2、テイクのゲージもある。これテイク当たれば6割ちょいは消し止めますね。痛いコンボ、2コンボ入ったらもうその時点で試合が決まるぐらい。シュンリーは多分オリコン溜まるまでは倒せないでしょう。あ、こうよく打ち切った。さあ打ってきた、よく打った。ガードされること恐れない。さあ、今度は崖っぷち同士の対決ですね。デービッド 1P がデービッド交差チーム、そして 2P がセッキータオルチーム。先方はデービッド対セッキーかな、レジェンド。レジェンド来ました。びっくりしました。目を疑いました。懐かしいですね、攻撃のコーンね。さあ、残酷豪昇龍。さあ、ちょっと見ない間に早くも警護機がピュッている。ゴーキは本当は爆弾キャップイメージ強いですからね。爆発するときはとことん爆発するんですけど、死ぬときはすげえ早く死ぬときもありますからね。さあ、中継でこれはケイザンギフ。危なかったですね、今補正切られてとんでもないダメージになるところでしたけど。おー、届いた。間合いのギリギリでしたね。さあ、これもまたザンギフにとっては厳しい相手ですね。 A 組の行動、さあ発動。さあミスらない、最後まで完走して。さあ大将 K ロック、これは厳しいか。さあ怒って、さあ少女すかしてピー投げ。大将戦 A ブランク対 K ロック、さあなかなかキャラ下がるわ。腕の見せ所、あ、
キャラサラや。さあ、ジャストジャスト。さあ、ここからケロックが逆転のシナリオはあるのか。怒りを入れ過ごして、しかしこの体力だったらもう一回怒れますね。さあ、電気でガリガリ削られる。あー、体育力。いい感じで噛み合いましたね。さあ、あー、電気が強い。さあ、大将のタオルに委ねられた。相手は A グル2人。こっからが銀河系最強の腕の見せ所。 A2 人も倒せるのか。さあ、先方が A 山崎対 C 流。まずは山崎の飛びを通って、あ、クロスタッチがやばい。ピョル。さあ、早くももう7割減ってる。さあ、対空中昇流、いい投げ。さあ、受け身狩りの大波動拳。さあ、ピョリ返した。1ラウンドで両者ピョルって結構めったに見ないんですけどね。さあ、お互いピオリが発生して、先方先制したのはタオルの竜。お、開いてる。さあ、対空シャガレパンチ。さあ、めくり、あー、しかし、さあ、2人目のスペシャルゲストだ。あ、つながってる。さあ、前中継。さあ、東堂オリコンフルだ。あっと、ステップから体育足が通った。さあ、これ負けたチームは敗退が確定するんで、タオちゃんはここをしのぎたいところ。大将へ勝利審査ラットでなんとかするしかない。下でよ、下ショット。さあ、デビットとしてはまだ大将にね、ブランクが残ってるんでね、これでいくらか楽になる。さあ、前提アパカをしっかりガードして、あっと、もう一回勝利打ってくる。おっと、折り込み止まった。いや、今あっぶね。これ折り込み射程圏内ですね。中央で当たればまだ死なないかもしれないけど、画面端で当たったら確実に死ぬタイプですね。あっと、肝心のところ落とした。あっと、タオちゃんも全然あったか。さあ、勢いで拳に来てる。ガークは寸前。あと、ステップでいけ、ドール。いや、タオちゃんピンチ。レベルに止まったけど、ギリギリ、あー。優勝候補のチームが予選で撃沈。で、あ、そっか、さっきムササビモモチームが負けたんだっけ。じゃあ、そこ2人だね。
で、これ勝った方が2通過。ちゃんとワイ覚えたんで。さあ、デイビッド、あったまってきましたね。あ、そっちはの試合やって大丈夫。なんだ。マジで。なんで2ちゃんになって書かれてたの。ね、そっちも知らない。This battle is about to explode. Fight! さあ、先鋒が C… あ、ムコが先鋒ですね。今さら気づいた。ってことは、ムササビさんが大将。さあ、おーっと、あそこないんでね、ゆりゆりを飛ば出さないで、ね、飛んだら素晴らしかったですね。あれ、ゆりゆり出してったら山崎のしゃがれパンチに負けちゃうんですよね。さあ、弱弱レベル2を止め、そして逆キャンで大昇竜。さあ、素直に飛びが通った。お前さんに行動を教えてやる。 This battle is about to explode. Fight! さあ、体育してスタート。これはミスは切れば死ぬ。さあ、しかし折り込ませたことでモモのゲージが振る、あ、振ったじゃないな、2ゲージ半。山崎対東堂、さばけないし砂蛇。さあ、これで東堂のスタンチは回復。重なって重なって、さあ、全キャ踏み使いを応戦する。レベルにドリル届いた。さあ、中相口、あえて対象ブランカのためにゲージを温存する選択をした。対象レッショニエブランカ。エスパーですね。さあ、割れそうだが粘っている。さあ、全キャンのヘビス、スナヘビ、リバラ。さあ、バックジャンプの上り中 P。 さあ、大将戦、レッシュンシール対エブランカ。さあ、もう終わって、おー、下くぐって中足テイクロー、攻撃を出したんで確定。モモさんのオリント下くぐるのうまいですね。ロレントが飛んだの見て、ブランカ飛んだの見て ステップして、それにブランカが空爆とかしたらどうなんでしょうね。リバウンドが間に合うんですかね、タイミングによるんですかね。公式スタートですと絶対空中くらいになっちゃうだろうから、多分足バレとかリバランスタートしなきゃいけないんだろうけど、選択がすごい難しいですね。さあ、先鋒モモ対大将コウサガ。
さあ、大原さんだ。さあ、ジャクジャク三段証券。いよりは気絶寸前のガキャン。これでサンチャ隠しましたね。さあ、さくらは追い込みが来る。いよりはもう射程圏内ですね、これは。このまま折り子を使って倒すのか、それとも折り子の盾に殴り合いでいよりを倒すのか。さあ大勝券で対空。死なない。そうだよね、折り子中の勝券はね、ただひとするからね、空中でもね。さあ大旋風でゴリゴリ前に来る。ゴリ押し。さあ山崎も早くもガバゲージが光っている。前転を拒んで止めて、しかしちょっと安いか。ガバゲージが割れそう。折り込もうと思った、割れたら最悪ですねこれ。さあスナフビー足していけ。このままサクラを葬れれば美味しいんだけど、うーと。ガーキャンが今早かったように見えますね。サクラが着地する前に出ちゃったって感じですね。さあ中継出てくるエーグルベガ。あえ、山崎のしゃがれまして、ベガのジャンプ壊し飛び声に負けるんですかね。タイミング悪かっただけかな。あれが確実に負ける技だとしたら、かなり立ち悪いですね。ギロチンでしか対抗できないってことになります。さあ、大将、列車にシーロレント。あとあとちょっとグダグダになってきた。3点も出なかった。さあさっさとテイクのぶち合わせて対処戦になりしたいところだけど、テイク諦めてガーキャンに使った。そしてベガはここで折り子がたまる。前提は血のしパペン3段キャッシュピー。さあ歩いてピー投げで KO。 さあ対処戦ローレントはいつの間にかゲージもレベル3チャージされている。まずは電気がヒット。さあ電気でビカ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 。さあなかなかブランカの的が絞れないですね。発動していく。さあこの早い段階で潰したので、これはもう一回ブランカがゲージ溜まるかどうか微妙なところですね。さあリバース電気。さあ電気がヒット。あとこれは発動。なんでバトリー多分ね、ガーキャンしようとしてぐるって回しちゃったから波動拳が出たって、そんなところだと思います。だから多分中パドだと思う、あれ出たの。波動拳の必殺技を持ってるキャラがね、ガーキャンしようとして動ける状態だとね、防止するってのは稀にあることですね。さあこれで対処戦ですかね。さあ対処戦、ムササブ対高坂、先方がシーダルシム対エーグルのベガ。さあここで高坂は再びベガ先方シフト。おっと、あのジャンプ台パンチは何だったの、続きのミスかな。
さあ全キャラがファイヤー、さあ発動、さあサクッと発動してダルシムが消し飛んだ。ダメージ差3倍ぐらいあるんじゃないかな。さあ中近距離クロスシーグルの剣投げ、さあ弱小力かさ当たりめくりが通って中小力対中小力追撃、中足波動拳、波動拳さあ全キャンデビルは背に逃げる、さあおあれアンテゴに多分前転されたら危なかった気がするんですけど、さあ中心部、さあ波動拳にオリコンを合わせていく、あと2打力が出なかった、リバナターン、これはあーそのミス相手レベル2レッパーが出てれば A 作の体力も半分以上消し飛んだでしょうけど出なかった。さあ大サマータイク、空中アドがなければガイルのサマーは非常に役に立つ、さあ前期は中心部、さあ着地の隙にハリケーンが当たっている、ソニック、さあ前期はソニック、さあ状況は A ブランカ有利、さあ剣投げ、さあもう折り越した敵で、あーっとしかしここはガードした、ライサマーでは切っていく、さあハリケーンゲージが溜まれば一気に追いつけるんだが溜まるか、あー引っかかってしまった。よかった。さあで大阪デビットチーム2つ抜けってことだよね。おでここで、トーナメント作りが始まるんです。しばし1チーム抜けと2抜けで交互でやるからうちらとでザオのところとちょっとねあ、そういうやり方、じゃあどうする、うちら先やる、いいよ、どうするの、2位同士ビール1チーム抜け2抜け抜け逆か、じゃあ、ダイオシライチームと、今勝ったデイビッド・コウサガチームが試合で、その次が、俺とダイちゃんのチームが試合か、Just the winner of this 12 is the
もう一つで大志さんが S グルで出るとこになりましたね。さあ先に出てくるはダルシさあ A グルチーム対 A グル K グルチームの対決ですね。さあデイビッドが先方投入、ダルシが先方 A ブランカ。おデイビッドは東堂先方、珍しいですね。大体山崎なんですけど。さあローリングのスキンをしっかり前中継、ジャンプ中 P で食うタイプ、珍しいですね。さあこれは安かったな、そして東堂のオリコンが溜まったリバのヒット、前中継、いいタイミングでリバーラン出すな、なんか全部当たってたような気がしますね。さあ足していけ、さあガキャン、さあ割れそうだがまだ割れない。さあ今のスマイルは大きい、さあ開幕大の砂蛇、ああ砂蛇じゃない蛇使い、さあこれでまだ仮面が取れないか、取れない、さあ発動、しかし山崎チャームガール間に合っている、さあくるくる回って山崎の体力を少しずつ削っていく、はい黒が飛んでくる、今のガードしても多分割れなかったでしょうね。さあピン投げ、さあこれはいい勝負ですね。さあ開幕ステップで蹴り投げ、ベガの折り込みがない時に投げておく、さあもう一回投げる、さあ体力で打ち取るのはデビッド・ブランカ、デビッドもエボジャパンに向けてね仕上げてますね。さあ電気ヒット、さあ気がつけばタイのリード、これは大志落ちるか、これは終わって多分ギリギリ耐えるんじゃないかな、あギリギリでもないか、あっと何だよ当たってない、オリコン止まった、発動ゲー投げまさか
エボ前でこういう結果になるんですね。まあデビットもね仕上げてるってことでしょうね。さあ A2 に対してライが出てくる。さあ本日2回目の爆弾シフト。状況は更新来てるね。状況はライブより、まあ、これいつもライブよりなんですけどね。でもあとはないんですよね。これ負けるとこれ勝っても大桜が出てくるんで状況は、そんな甘い重ねは許さない。ちょっと遅かったけど繋がったよ。今だって遅くなかったキャッパが。ああ、そうだね。おお、切ってくる。このモードはやばい。ああ、ステップも潰して。はい、超ジャンプみたいによくわかんない。残ってさあスタコンクだったらもうデビューは終わり。でも突っ込んでくる。やばい、なダメだね。あれこのひどい暴力を見た。さあ、A 作戦をどこでも作れますね。さあ、まずデガで A 作戦もうゲージ溜まってからの。さあ、ライさんも悪魔シフトはやめて。さあ、こうさせるのがゲージを。ゲージ状況はベガがもう少しで溜まる。おお、これは拾われて残らないね、これね。まあ、ニュープリス当たった後の追い打ちは簡単なキャラとそうじゃないキャラがいるんですけど、前はどっちなのか、やりやすい方なのかな。さあ、もうベガがこうなったら、あとは好きなだけ、できる限りゲージを食べるのが仕事、サクラに回すのが仕事。サクラもだってゲージがあれば、ゲージも全く怖くないですからね。ただ、火災的には、そこ、ボビルリバースの着地に力を入れて切ってくる。ボビルリバース、なかなかね、普通のドリとヘッドプレスと混ぜられるともう難しいんですけど、さあ、うまい、よけたけた、結局、これが勝ちです。さっきさっき鬼の強さを出した赤さん、赤さん
おー量は減った。漢字1回考えたら量は減った。ずっとピオリジョンまだ続いている。あーめちゃくちゃ減るぞ。赤パンはライさんしか使えないサマットの色。そう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 。だから連作度を大したからといって A ブランカももちろんめちゃくちゃ強い。まあでも惜しいのはライさん、いかにも溜まってないのに。おっとこれはあの引っ張り方が超痛いやつだ。おーおーおーおお、投げて投げて、どっち、あどっちでもいいそれ。ずるいそれ。2カ月なくなったけど、この状態のビオはめちゃ減るよ。さあもうライさんあとで、おっ見てる、やっこれだ。あー勝ったのは高砂ハデビ。お疲れ様でした。優勝候補、優勝候補落ちましたね、これ。2つ落ちたね。優勝候補2つ落ちた。This is the first dream event of the 21st century. If you choose the wrong groove, you make great. I knew that groove was in your heart. Millionaire Fighting 2001 is about to begin. で第、デソロ対ガーリックジュニアですね。デソロさんに最近新巻にハマってた、全剣弱早掛けからの何かっていうのをかなりお気に入りでよくやってるんですけど、さあ、マキは投げ前のひどい、お最後までつかる。そうだ、あれも最後までつけないっぽいんだよね。結構対戦してそんな印象を受けましたね。あ、今中足ヒット確認、メガサイコは本当は確定なんですけどちょっと見つけしまったが、当たりはめちゃくちゃ言ってましたけどね。さあ全拳早めからの、あ今は多分ダウン回避メガサイコが、あの技強い、判定超強いんで、なかなか地上から落とそうとすると難しいんですね。This is gonna be a match to remember. Fight! さあこれは、おっと今ベビーだとつながらないんだかな。あっとー、あでもそっち鉄心砲の今かなり振ったと思うんですけど、おさあここまでデスラー、デスラーさんがリード。いいですね、あそこの下タイマーでキャンディーと、あーうまい。さあ、このちょっと残った計算だとめちゃくちゃ怖いけど、とどめを刺しに行きましたね。This is gonna be a match to remember. Fight! さあもうアパカで落とすとか、もうそこ立ち台キックで落とせるぞって、そう割り切ったらもうそれを徹底するのは強いですね。
さあ上から下からトリッキーのめくりも、これもあと小ジャンプ一発決めないで、おお引っかかる、おっとうまい、怒っているので相当、さあデスローキャニーの攻め立てて、おお変な当たり方したいの、全拳スタイルだからこそなのか分かんないけど、だからここで出てくるのは破壊神が全てを破壊するもの、さあ GA さん出番です、多分ガオゲージは最初から溜まってるでしょ、さあガオさんも多分マキに慣れてるかって言ったらガオ先生はね、なんか共和対策もしてるんですけど、どっちかって言ってもそんなにないよ、自分のやったことを何としてでも通す、今日はね、C 顔、顔ですね、顔、まあ両方とも顔かさあ竜巻はどうしようもない、今のところガオコップ、ガオコプター、ガオコプター、クシャクシャ回ってるだけじゃん、まあ打ち味入りましたガオコプターが止まらない、なかなかガオコプター止める人はそそいないんですよ、カペース全体見ましてもさあ、何回になった、あうわー、真上からガクラのプレッシャーが、多分前転になってるけど前転してこないと思ったらすぐ切り替えて飛んでるあで竜さ、竜巻以外にも波動拳と昇竜拳あるよ、ひょうとないひょうとない、もうモード入ってるから、もう多分無反の世界にいるからこの人さあ竜巻を出て波動打ち始めた、あっ、あっ、あっ、波動ってあったんだみたいな、もうそして竜巻を忘れない、あーっと、あっ、皆さんにそう、こういうとこあんまり流さないですよ、めちゃくちゃやばい、レシーブ下がるからって言ってかなり減ったな、うん、まあまあ、うん、さあガオガオめちゃ得意とするキャニー戦、もうあれですね、生半可なキャニーだとすぐにサマーで開いてしまうんですけどとにかくスパイダーで見てからのサマーが反応が半端ないんで、もう反応早すぎてスタイルするまで全体しましたからね、今ね、あ、こういったのね、ハリケーン力と戦ってますね、ハリケーン打ちたい、あーハリケーン、あーあれガーキャンできないからな、最後の一発のガーキャンとかしかないのかな、どうだろう、移動系のガーキャン、うん、移動系のガーキャンになると切れるよ、あ、エネムル、あと移動系の、移動系のバーキャンってなんだろう、メーカーさあ、ドリ様ごめん見えない、ドリ様ごめん見えないいやー、こっちの方がいいじゃん、切り替えてんのか国変えるんだなとガウさんが言っちゃいますよベガいないじゃん、あ、ベガじゃないのか、別にベガに変わらなかったさあ、ストレッチを始めましたストレッチと深呼吸どっちかっていうとね、大洋楽さんもそう、自分のフォームがすごくはっきりあって、相手をそれ
に飲み込むタイプだと思うんですけど、コシアとコシアがすごいぶつかりますね。携帯知ってる？誰が？マジで。ガオ対策。よりだよ。ペグロさん結構シフトは柔軟に。両方めちゃくちゃ気になる。ダオさんは、まあ、あんまり変えないですね。基本ノリですけど、ロイントがいるとたまにゲームしたりしますけど。さっきのガオコプターを見ていたはず。いやー、こういうのね、この人ね、見てるんだよな。おー、よくガードした。あれは多分ね、表だと思いますね。両目と裏だろみたいなやつ、この人のやつはね、表なんで。さあ、勝利はクラブと逃げない。まあ、この人はとにかく何か一発引っ掛けてからチャンスを作るっていうのが型なんで。うわー、見えてる。さあ、こっちは今度は分かりやすいよ、僕。さあ、これは死ぬか。あ、ミスった。基本的にあっちの台のあの台、そうですね、 あそこはミスが多い気がしますね、人によらず。そうだね、中継にレシーブが中継に来たんで、ゲージために走るかと思いきや一気に更新来ましたね。おー、見てる。そう、この人はこういうのは、でも3回目は。さあ、でもそれかけが見せると次からは、そう、それかけの対策してくる音。チュンミは A チームの強いのは、そう、レベル1で今年でも強いってことですね。さあ、まさおさあ、さあ、レベル3がないと、おそらくソニックも抜けれないんで、強気でソニック打てますね。もうチュンミとソニックは、ゲージ溜められるだけで嫌なんで。さあ、これ相打ちでもガイルが美味しい状況。あ、使ってこれし、裏で中身で残業させる気満々ですね。これ中身が負けちゃうと弟子打ちの影響対いやかなり今日も厳しいと思うんで、じっくり行くでしょうと思ったところに飛んで、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。おー、おー、ってきた。さあ、おー、ちょっと順に4割ぐらい貯めましたからね。状況は顔より、よりのさ、ジャンプ中盤強い。あれはちょっと、よりジャンプ中盤強いんで、うっかり下から対空しようとすると、そう。おっと、乗り込んだら、そう、投げ。さあ、あれから、もう一投げループしたかったところ。おー、やったー。余裕があるので、レベル3。決勝。あ、3決ない。決勝です。This is the first dream event of the 21st century. It achieved a wild crew great.
I knew that groove was in your heart. Keep rocking, baby. よしよ。素直でよろしい。なんかマイクに聞こえるかマイクに入るか入れないかのギリギリのところで本音をぶったがさっきはあの赤パンにぐちゃぐちゃにされてしまいましたけど、ちょっとここはちょっとここは、星を切って、長くねえよ。死ね。This is gonna be a match to remember. Fight! そういやあのね、そうああいうめくりが山崎使ってるとちょっと嫌なんだよね。そうピヨットとホーブガーリックジュリアさんのおおおおそこで起き上がる。おおジャスト早のパパーバル。まあ、ちなみにこれ決勝なんで勝った方が優勝です。勝ったチームが優勝。あ、乗り込んだ。さあでも東堂相手に画面端に行く行動を慎んだ方が。ピヨって画面端だとそんなに痛いのはないんですけど、そういうの画面端が見えれないのは嫌だ。ここまで完全にデビペース。そう。ああ、ぜひ見たいですね。挑発に限りなく近いやつね。画面端の。東堂、旧ケーブルに、あっ！あれか、旧1枚、1枚ぐらい行くよね。いいよ、外減るよ、あれ。さあ。ガーリックジュニアさんの共同対策はなかなかあんまりないキャラなので厳しいか。でもやっぱ画面端受けたね。さあこのデビの攻め切り。あでもかなり割れそう今の2回目全然絶対にしようと思う。さあそのね全キャンミスの結果がどう来るかっていうところも含めて仮定数なんだね。さあ今ね全体して狙ったっぽい。勝ったのはデビ。これでデビ様が勝てばデビチーム優勝。ガオ先生を苦手するしかない。多分。いやでもちょっと勢いがあるから大会の勢いがあるから分かんないです。ハヤミコプターが。これマイクに入るか入んないなと思うで実名を連呼する人がいるんだけど。あ、開幕の景気いい。早めかと、いや言っちゃったじゃん。わかった。ガオコンターがさあ、あの割り込み勝利は読めているぞと。あ、認証しに来たんですけど。さあさあ、前来い前来る来い。ああ、珍しく、あ、今見なさないんですけど、この人なんだなんだ今多分ね、前転で逃げようとして前転すら出なかった。さあ、皆さん、川先生、こっからなんとかしてスパコン当ててくる。スパコンなんとかして当てるのが半端じゃないんだよ。
球は不足、当てたいのは新勝利の遅いのと思う。今ね、前天から大勝利と新勝利の2択を書いてみましたね。うん、あ、ガードして、落ち着いてる。何その落ち着きを。意味は、あ、嘘。あれを引きつけないといけないタイミングなんだ。さっき私これ、ベガはアルミスったわけで死にましたけどね。さあ一気に持ってきたのは、ベリソンはガエルで中段から行かなかったのは、ガエルはもしかして当たんないのかな、ちょっとわかんないですけど、当たんないんだ。さあ超反応、え、ブッパさあ飛び渡ってめくっていうか、さっきあれクラジャンプの上だったのに取られたんだよな。さあ引っかからない。ガオガエルのクラジャンプは小さい、なぜか。さっきあれクラジャンプの上だったが俺捕まえたんだけど、ちょっとこれ検証、ちょっと辻案件ですね、辻さんが必要。さあボディはゲージを貯めてあんまり被弾せずに勝ちたい。ガイルはかなり心理的にはかなり優勢。これは焦りますね。通ったところで、さあその前に中盤も危ないんですけどね、あれソニックハリケーン、しゃがみ中盤ソニックハリケーン取られるんで。さあでもそう、この組み合わせでガオガエルじゃなくてガオユリが負けたとかあんまり見たことない。本当にブランカ戦がうまい。ピアッとブランカ戦が日本一うまい男。ケンシロウ対ジャギ、そうですね、アニより攻めた音など存在しないってやつですね。はぁおう、聞いてみて。さあ、兄より優れた弟は存在しないのか、貴様いい加減にしろってパンパンとやられるのか。どういう変なことを言ってる、まあ、気になるから後で聞こう。おっと、みんなバッチリ通って、なるほどね。そう、ああ確定する、うまい、これはうまいね。バレてるこれも、あのお互いのこと知り、そうそうそう、お互いちょっと知り尽くしてる感が。お風呂だって一緒に入ってますね。あ、今でもお風呂一緒に入ってる。あ、そうなんだ。いや、こうやって本当に折れないんで、いや、あれ、早すぎる、判断が早すぎるよ。でもこうして本当にゲージが溜まって、もうソニックもなかなか打てない状況ですからね。おお、ああかなりいい選択でしたけど、ギリギリ、あ、今のはかなり危ない。今のは多分全キャンの、まあ、反応が早すぎて物取りすらなってない、安いっていうので。さあまたゲージが溜まるのはさくら。さあガオキムシ、おお
引きつけてめくりっぽいのに落ちんだ。この技出す速さはね、ガン先生は右でもなりません。いやもうでもゲーム、僕は芸術買わないで倒したいでしょう。ニーピースがね、多少めり込んでもおそらくファミコンリゾートが入んないんで、おぉ、そうですね、あれ抜けてならガードされてもソニックハリケーンはきっと入んないんでしょう。わかんないけど、知らんけど。でもこのこの状況で出てくるウェールはかなりヤバいやつだ。あっ、ね、今日あの回はみんなミスない。まあそれも含めて申請するのはもう真のね達人。怖すぎる。おお、まずはおっと、これ外すとかなりヤバいやつだったんで、コウサマさんもかなりリスクを払って、いやそれで最後まで決めきれないのかなりヤバい。そのより今の全身狂気めっちゃ怖い。仕込んでますね、前歩いたの見て。5番カウターヒット見たんだろうね。さあ、裏行ってズケズケ歩いて、で体力としては追いついて、さあ、そういう垂直ジャンプはね、大好物なんで、ガオさんも。これね、これは、これはもう状況来るか。もうスパコン決めてるのおかしいですね。多分通常技ネチネチで勝負つかないと思います。どっちかのスパコンが当たって終わると思います。我慢強い。あ、先に放置したのは、そういうところで垂直ジャンプとかしちゃうと、え、勝ち確回して、ジャギの勝ち、ジャギの勝ち。これは愛より優れない優れた弟の存在しないと。こんなもんだよ。こんなもんだよとデビ様は。